直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで、まずはこのお話をさせていただこうかなというふうに思いますね。あれでしたよね、ずっとね、あのおかずでトークのお題も全然発表されず、どうなってんのかしら、もしかしてって思っていた方も多かったのではないでしょうか。高橋直澄のトラブルメーカー改変期、無事突破いたしました。ありがとうございます。よかったです。これでお題もやっと発表できますということで、番組の最後にお知らせしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。各放送局、放送時間ね、放送曜日なども変更なくそのままの、ね、状態でお聞きいただけるということでございますので、今後とも高橋直澄のトラブルメーカーよろしくお願いしたいと思います。そしてですね、もうこの春のね、この季節にぴったりといいますか、ね、321デビュー記念日のお祝いのメールとかですね、そういうのもまだまだたくさんいただいておりまして、あの皆さんの、ね、お住まいの地域は桜どうでしょうかね、うん、東京は今年えらい早く咲きましてですね、まあ、の16日ぐらいにですね、まあ、僕の近くは結構あの咲いてる木もあって、まだ全然咲いてない木もあったんですけども、あれね、去年はもう本当に全然うちの中にいて見ようとも思わなかったし、外に出ようとも思っていなかったので、今年はそれを取り返そうみたいなところもあってですね、うん、ちょっと咲いたかなっていうぐらいからもう行きまして、そしたらもうですね、もうつぼみがいっぱい膨らんでて、そして3輪4輪5輪ぐらいこうポトポポって咲いてるところから見始めましたらですね、うん、まあ愛情がすごい、今年はなんかいっぱい見るぞみたいな気合いとともにですね、いろいろめでておりましてね、うん、この間宮田っち声優の宮田光輝さんと、うん、一緒に花見なんかしたりとかしてですね、花見といってもですね、あのお酒飲んでもどんちゃんではなくてですね、うんうん、あのお弁当だけ持ってランチをちょっと食べるみたいなね、うんうん、ソーシャルディスタンスを保ちつつみたいなところでやってきたんですけども、それだけでもものすごくもう心がこうなんか豊かになるというかね、うんうん、あやっぱいいなーなんていうふうに思いましたんでね、もうね、あの満開のところもあればね、まだまだのところもあると思いますんでね、今か今かと待つ方もですね、ぜひね、あのできれば新しい服なぞ着て行ってみたらいかがでしょうか、なんていうふうにも思いますけどもね。ということで行ってみましょう、今週のちょろいっていうところで行ってみたいと思いますけどもいろいろね、あのうちにお客さんがいらっしゃったりとかして、打ち合わせとかで ねいらっしゃるんですけども、うん、そういう時にですね、あの窓を開けたりするんですよ、やっぱりね、換気をしなければってことで、ガラッと開けるんではなくてちょっと開けて、うん、でね、あの風の通しをずっとこう良くするような状態でいるんですけども、うん、そしたらね、この間ね、あのそのちょっとしか隙間開けてなかったので、うん、閉めるの忘れてどうやら寝たみたいで、でやたらね、鳥の声、チュ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 、スズメじゃなくてなんかチヨ、なんか何の鳥だろうね、綺麗な鳥の声でねとよく鳥の声聞こえるなと思いながら、こう鳥の声で目覚めるっていう状態だったんですけどそれと合わせてゴロ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 っていうですねチョロのタッチとともにゴロゴロで起こされましてチュンチュンチュンゴロゴロゴロタッチ、チュンチュンチュンゴロゴロタッチ、タッチゴロゴロチュチュンみたいな、もう最高ですよこんな朝あります、そんな幸せな素敵な朝まあね、すんげえ早く起こされたんで超寝不足なんですけどね今日はね。あーということで、今週も元気に高橋直澄のトラブルメーカーいってみよう。高橋直澄のトラブルメーカー、は
ということで、まずは普通のお便り行ってみたいと思います。改変突破したトラブルメーカーでございます。改変突破したトラブルメーカーでございます。皆様よろしくお願いいたします。普通お便りをご紹介させていただきたいと思います。時間ないんでそんなことやってるとどんどんあれなので、さっさと行きなさいっていう感じでございますけども、まずはこちらのお便りご紹介しましょう。倉敷市のみさからいただきました。なおくん、トラボー、タイトラボー、今日久々につくしの群生見ました。残念ながら運転中で写真は撮れなかったんですけど、あんなに生えてるの久しぶりでした。なんでつくしって見つけるとテンション上がるんですかね。え、私だけです？かっこ笑いってことで、ね、そうですか、うん、そしてこちらでも桜が咲き始めましたよ。春分の日に開花して徐々に満開に近づいています。楽しみです。最近咲き始めるの早いので入学式まで持たないのが寂しいとこですよね。これから花の楽しい時期ですので、少しでも見に行けたらいいなと思っていますと、ね、言っていただいております。なるほど、つくしの群生はこれはテンション上がるに決まってるじゃないですか、うん、もう全然上がりますよ。私も超上がりますもんだってこれはい、気になる方はですね、うん、高橋直美くんのブログのですね、2006年の5月16日を見ていただきますと、つくしの群生の写真が載っかっております。当時はガラケーで撮っておりますので、まあ画像もちっちゃいですし、なんだかこれゴミみたいな感じに写っておりますけども家族旅行で行ったなんかね、ハプニングがあったんですよ。雪崩が目の前で、雪崩っていうかちっちゃな雪崩がね、車であって、で行き止まりみたいになっちゃって、うん、で降りられないからその辺であの山菜拾ったっていう話なんですけど、その時にあのつくしの群生を見てたりとかしてるので、そんな写真もありますし、あとはですね、あのつくしは何の子だろうっていうのもですね、2013年の5月14日のブログに載っかってたりとかもしますので根っこのところをね、全部うちの亡くなった母がですね、当時こう、あれつくしって何の子だっけって言ったら、杉の子だよって言って全部こう根っこを切らないようにほじくってで繋げたまま写真撮って送ってきてくれたりとかしてたんですよね本当にね、愛だわって思うような写真も載っかっておりますんで、よかったら見てやってくださいね。そんな感じで春を感じる、このつくしって最近ね、あのなかなか食べるとか、あの自分の周りではないし、つくしも生えてないのでねなかなかやらないんですけども、いや食べるとね、ほっとする味というか、なんかこれがつくしの味みたいな記憶があんまりないんですけどね、いいお出汁の味っていうかね、あれ幸せな味だと思うんですけどもね。さあ、その桜といえばですね、こちらのメールもご紹介したいと思います。こちらはですね、しほやからいただきました。デビュー19周年、そして、Nクロスの発売ダブル記念日おめでとうございますっていうの、ありがとうございます。まだまだ先の見えない世の中ですが、真っ白になってしまったいろんなことも皆様と共に新たに鮮やかに色づくような、そんな19周年になりますようにということでね、今年桜が見れて嬉しかったと尚くんがブログに書いていたので、今年はたくさんの桜と共にキラキラさせてみましたということでね、あの素敵な絵を添付していただきました。本当にキラキラした素敵な絵をいただきまして、なんかそうなんです、こうやってなんだろう、桜ってこんなに真っピンクな桜ってなかなか少ないんですけども、僕ん家の周りは。でもね、気分的にはこうやって本当に桜のピンクの光のシャワーを浴びてるような、そんな気分になれるのでね、本当にね、今年はあの綺麗に咲いてくれてたりとかしてるのを結構ね見られたので、なんか嬉しいなという感じがあって、なんかこの絵でも残していたような感覚になっておりましてですねいやありがとうございます、ね、本当に言ってくれてるように、あのいろんなことが真っ白になったというかね、あの白紙になったってことを多分そういう風に言ってくれてると思うんですけどもね、あの白だからいろんな色に染められるぞみたいなところでね、あの楽しいこといっぱいやってね、やれることをやって、みんなでね、あの2021年っていう年もね、彩り豊かに、このね、しほやの絵のように綺麗にね彩っていきたいななんていうふうに思いましたけどもね、さあ続いてのメールご紹介しましょう。こちらはですね、福岡市の熊月のレイナからいただきました。ありがとうございます、はい。こちらですね、 Nクロスのズームのイベント参加できることになりました、はい、ありがとうございます。ズームで顔を見ながら会話って、今までは設定とか難しそうだな、海外のだしとちょっと始める勇気なくて見送っていたのですけれど、この機会に勢いで入れてみたら意外と簡単でびっくり。よかったですね。直友さんともイベントの前の練習という口実で軽く話しましょうっていうきっかけになり、もう1年会ってない直友さんと顔を見て話せるの嬉しくて、結局長々話して、めちゃくちゃ充実。
クマパジャマという部屋着で、メイクやら武装せず防御力ゼロ防御力ゼロ女子ってそういうところあるんですね。なるほど。目の前には FC ツアーやらですっぴんで見てるし、気を許せる直友さんとの帰宅の時間を考えずまったりゆったり話せるの本当に嬉しい、ね、直澄さんズームで直友さんと話せるきっかけをくださってありがとうございました。ねえ、言ってくださってあります。そう言っていただけるとですね、あ、よかったなと思いますしね。ズームでも何でもとりあえず話せることってやっぱりね、本当にすごく嬉しいですよ、ね、今イベント中ではありますけども、そうやって皆さんともね少しずつこうお話しさせていただけてね、お久しぶりでしたけどもどうでしたかみたいなのをですね、まあね、それぞれの時間でお話しさせていただいてるんですけども、いや話せるって嬉しいなっていう風にねやっぱり思いますよね。まして今回お一人ずつですからね、そのリモートに関しましては、なのでなんかこうね、今までこうあんまり話したことなかった方なんかもちょこっとこうね話せたりとかしてる状況であったりとかするので、その辺はねすごく嬉しいなというふうに思っておりますけどもね。そんなイベント参加した方からのメールもちょっと紹介しましょうかね。こちらは横浜市のけんこからいただいております。はい、なおちゃんおけんさんトラボー、はい、トラボー、 N クロスグランドオープンおめでとうございます。はい、ありがとうございます。去年は、旅行やお出かけもできず新しいお洋服も買うこともできなかったので、この機会に久しぶりに楽しいお買い物をさせていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。やっぱり新しい服に袖を通すと気分が上がりますね。欲しかった丈のシュッとした服は本当にお気に入りです。ネックレスつけておしゃれしてたった一駅のお出かけ、いつもと同じ道でもなんか嬉しくてドヤ顔で歩きました。ニヤニヤしてたけどマスクしてるから怪しい人には見えなかったと思います。なるほど。素敵な春気分ありがとうございますって言ってくださってます。本当にねありがとうございます。そう言っていただけるとね、なんかこうねイベントやりたいけどもなかなかできないような状況だったのでね、何かできないかなっていうところで、まあ苦肉の策と言いますか、もうねないアイディアは頭を一生懸命絞ってこう考え出したのが今回のこのリモートのねマンツーマンのあのトークイベントなんですけども、でもねそうやってこれのおかげでこんなにマンツーマンっていうのもできたなみたいなところも実はあったりとかして、実際に喋ってみるとそのなんかまあ距離感も感じないですし目の前にいるような感じがするので、なんか僕は今のところすごくこう楽しませていただいておりまして、皆さんからねたくさん元気もいただいておりますんで、この後ね参加される方もぜひね緊張せず、まあ、せずって言っても俺も緊張してるんだけどみんな緊張するものなのでね、なんかそうやって楽しんでいけたらなというふうに思っておりますよ。よろしくお願いしますね。お洋服の方もまだ数点残ってるものがありますし、ネックレスはまだちょっと多めに作ってありますので、もしよろしかったらサイトの方ね N クロス、小文字で N そしてドット大文字で X 小文字の S N.XS ね、気になるのがまだ残っておりましたらね、カーディガンとシャツはまたちょっともしかしたら数点残ってるかもしれませんのでね、そのあれなんですよ、シャツワンピー長いやつ黒いやつ、はいはい、ね、あるんですけども、あれね僕がちょっと長めに着てかっこいいなと思って作ったんですけども、僕よりも10センチちょっと背が低い方も購入していただいてて、着たらいい感じでしたって言ってたので、150センチぐらいの子がね着てて、意外とちゃんと着れましたよ、かっこよくて好きですって言ってくれてたので、私はちっちゃくて無理だわなんて思ってた方もですね、ぜひチェックなどしていただけると嬉しいなというふうに思いますので、ね、よろしくお願いしますね。さあもうちょっとメールご紹介しましょう。ちょっと今日は駆け足で紹介してる感じになってますけども、これ言わないとねっていうところで、そのデビュー日のあたりにね、ロマオンがありまして、その感想ももうたくさん届いておりまして、ちょっとねなんかね紹介したいなというところで紹介しちゃいますね。こちらはですね、兵庫県のモンチッチからいただきました。ありがとうございます。なおにトラボーって、はいトラボー、ロマオンはるかお疲れ様でした。仕事から帰っての夜公演、まさかの朗読はるか4メッセージが投や、もう嬉しすぎて涙しました。最近仕事の人手が足りなく忙しく、この日もちょっと疲れ気味で帰ってきましたが一気に吹き飛びました。何これ、ご褒美かご褒美なのかと思わず口に出していました。また懐かしい映像を見て、うわこれ
ったなとか、この時行きたかったなとか、みんな若いなとか、はるかの歴史を見てすごいなと感心したり、とにかくずっと一人で喋ってましたってね。他にもいろいろ感想書いてくれてますけどもね、ありがとうございます。そうね、トーヤが好きなんですね。トーヤのメッセージ良かったですよね。ちょっと噛んでおりますけども。もう一通紹介しましょう。こちら神奈川県の幸子からいただいております。幸子も長く書いてくれてるんですけども、20周年祭りのセットに入っていたあの日の絵と弁慶のデュエット、姫ごと、むつごと、絵空ごとが見られてめちゃ感動しました。特に2人の掛け合いのところが最高でした。直澄さんの表情や仕草はもちろんのこと、腰に手を当てながら色目使いというところとか、日の絵にしか見えないし張り合うね、まさかのところで直澄さんは宮田さんを見ながら言ってるけど、宮田さんはあしらうように目を合わせない感じとか、日の絵と弁慶らしいなと思ったし、2人が背中合わせになったところとか、ハイパーミックスライブで話していたユニットが実現したって思っちゃうし、もうとにかく大興奮でした。そして個人的に超ドキドキしたのが、花束にして送りたいよのところで直澄さんのカメラに向かってのウインクです。オンラインならではの独り占めができてウハウハでした。本当に最高のパフォーマンスありがとうございました。ということでね、他にもいろいろと書いてくださってるんですけども、皆さんからもたくさんね、こう興奮気味のね、いただきまして、はるかもね、まだまだこうやって20年経っておりますけども、皆さんに愛され続けて皆さんの生活の一部になってるのがとても嬉しいなというふうに思いましたよね。またね、機会があればぜひね、参加していただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いしますね。さあ、ということでね、ここで1曲お届けしたいと思います。兵庫県のかけるからいただきました。トラボー、はい、トラボー、なおに19周年、冷麺さんデビュー13周年、そしてブランド N クロスオープンおめでとうございます。ありがとうございます。そして一周違いでトラメカ放送888回突破おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんです、8並びゾロ目でございますね。なおにや冷麺さんのご活躍、そして N クロスやトラメカの進展、いろんなことが、たくさんのことがこれからも無限大に広がって続いていきますように願いを込めて、ということでトークまでインフィニティリクエストいただいております。他にもたくさんリクエストいただいております。ありがとうございます。ということでお届けしましょう。高橋直澄でトークまでインフィニティ。星見上げた夜空に、僕の中の細胞たちが騒ぐ。あと何年先、僕の夢は輝き出すのか。流行る心バーストスイッチに押した。ダメが元々でなりふり構わず、終わりで始まる超新星になる。遠くまで見てみたいから、どこまで行けるのか確かめてみたい。重点ライブ DVD 直澄高橋アライブツアー2019ビール発売中。さらに癒し全開ライブ DVD ターンアライブ4カラーズ雪桜、オンラインストア T ショップにて限定発売中。危なおねか、行くぜ。開演トゥーパーですイエーイ、突破だぜ。パワー多分割れてんなこれ。パッパッパ
いろんなパー言っといたぜ。使いたい方で開閉とパパ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 パ。時間ないんでさっさと行け。行くぜ。さあということで、私アブナオデカがみんなのお悩みをスパッとズバッとドハイドハイって解決するコーナーだぜ。さあということで行ってみよう。こんなので1分も使ってるぜ。贅沢だぜ。さあということで、まずはこちらのお悩みからいくぜ。宮崎市早川るいのお悩み、いくぜ。ディッテン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 ウィーミー。アブナオデカさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。トッパントッパン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 スパン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 。これ人の人のダメ、人のやつはダメ。ポンポンスポポンスパンパンポン、ダメ、人のダメね。おう、私は気に入った言葉が頭に入るとその言葉を無意識に使っていることがよくあります。ほう、どういうことでしょう。先日常連の男性のお客様にカードを使っていいかなと聞かれ、普通にいいですよと答えればいいのに、オーケーって言ってしまいました。しかも言い方が危なおでかさんそっくりで、オーケーと高らかに言ってしまいました。はっと恐る恐るお客様を見たら笑っていたのでほっとしましたが、どうしたら影響された言葉を繰り返し使わずに済むと思いますか、教えてください。言っていただいております。これ本当に言ったの？このテンションで言える？俺だったら捕まえるぜ。ポパンポンポンパンポンって、あのトパッとパントパンってやるよ。今日はやっちゃうよ。これじゃあ次会った時に、あの俺あの握手してもいいかなって聞くんで、オッケーって言ってくれるんでしょうか、そしたら。なんかね、そういう時を楽しみに待ってようかなって思うぜ。俺そんな印象ねえけどな、このお方。早川るいさん、多分そんなにあの多分 OK ぐらいかなって思ってたんですけど、どうでしょう、どうでしょう。ぜひその辺をお友達からの検証を含め、聞いてみたいところでございますけども。さあ、なんか違う、今日の違う、なんか俺普通になってるぞ。普通ってなんだ。普通ってなんだい、わからないぜ。全然できないぜ、全然できてないぜ。もう一回やろうかな。でも行こう。さあ続いてのお悩み行くぜ。新潟県少女 A からいただきました。アブナオデカさん、お久しぶりです。はい、お久しぶりパーン、お久しぶりパーン、おはい、アクション、いきます。友人 R が高校を卒業し、専門学校への進学を機にローソンでバイトを始めました。初めてのバイトです。初めてのバイトです。初めてのバイトです。コンビニ店員の、極意をアドバイスしてあげてください。これを機にアブナオさんのファンになってほしいと思います、ということで、レナスとレナスさんという方ですね。俺なんかに聞いたら大変だぜ。ま、元気よくやって やればいいんじゃないですかね。あれだな、何、レジ袋は OK ですかっていうね。あ、なるほど。レジ袋 OK？ 5 円 OK？ で OK っていらないって言ったら NO OK って聞いて、レジ袋は NO OK で OK？ NO OK が OK なのって聞くと、お客さんがはって言うんだよ。ということでね、そんな感じでやるときっと仲良くなれるんじゃないかと思うんで、あとはね、あのテンションで全部いけばなんとかなると思います。ピッてやるときも、あのレジがピッて言う前に自分でピーピーピーって言いながらやるっていうのはどうでしょうか。めっちゃ楽しいと思いますよ。なんか名物店員とかになると時給上がるかもしれないよ。あ、なるほど。なんかね、そう、分かんないけど、俺に捕まらない程度に頑張っていただきたいと思うぜ。ということで今週はこのぐらいで勘弁してやるぜ。何の勘弁？勘弁ってなんだよ。ということでまた来週お会いしましょう。また来週？来週なのか再来週なのか、お会いしましょう。開変トゥパー、聞こえてないかしら。さあということで、ここで
ね、リクエストをお届けしたいと思います。リクエストいただきましてありがとうございます。福岡のおたえからいただきました。トラボー、はいトラボー、最近暖かくなってきてお散歩も楽しくなってきました。本当ですね。密を避けるという意味でも人が少ない道を選んで歩いていたりして、そんな時、あ、この道はここにつながっているんだなど、いろいろ発見があり楽しいです。そんな時、おテント様のハピハピウキウキのフレーズが頭に浮かんできて、すごく幸せな気分になっています。そうでなくても聞くたびに幸せになれるおテント様、リクエストさせていただきます。皆様にとって気持ちの良い春になりますように、というところでね、リクエストいただきました。それではお届けしましょう。高橋直澄でおテント様。高橋直澄おテント様に乗って今週の天体観測をお届けしたいと思いますけども、私最近心がけていることがありましてですね、こうやってリモートでね、いろいろやることが増えているこのご時世なんですけども、このリモートカメラの画角の中にこう新聞とか撮ってるんですけど、それをこう積み重ねてって、それがカメラに映り出した高さをですね、僕危険高さと思っているんですけども、これが積み重なることによって、それ以上積んでるとテーブルの上が汚くなってるっていうことがよくあるんですよ。なのでカメラにそのやつが映ったら片付けるっていうですね、そういう最近癖をつけておりまして、でそのテーブルの上のものをスッて片した瞬間に、はあ、幸せっていうことがあって、でこんな簡単なことっていうかね、まあ忙しい時がそれすらもできないことがあるんで、こういうことが、あ、俺できたじゃん、偉い偉いって褒めていくと、なんかね、幸せが積み重なっていく感じがするんですよね。ゴミは積み重なっていかずに幸せが積み重なる、そんな法則なのではないかなというふうに思いました。ということで天体観測お届けしました。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。4月3日土曜日、4日日曜日、立川ステージガーデンにて DJ フェス2021トライがあります。もう少しですね、楽しみですね。そしてですね、テニプリベストフェスタ王者立海大リベンジ、こちらが5月8日土曜日、9日日曜日、 KTZEP 横浜であるんですけども、こちらの一般チケットが、4月4日日曜日、10時からとなっております。そして配信の方もあります。こちらはですね、配信のギリギリまでね、販売するそうです。配信チケット、こちらは5月15日の23時59分までとなっているそうですので、ぜひあのホームページチェックして、ね、見ていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。今後のジュージュージューシーズのお題、お引越し、そして青春でございます。皆さんからのお悩みもお待ちしております。危なおによろしくお願いします。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕、高橋直澄でした。4月からもここで元気にお会いしましょう。嬉しいですね。ということで今夜はおやすみ、せーの、まったねー。受け止めるから、またね、またね、朝焼けが待っているから、またね、また会おう、一緒だから涙も輝く。
ボーカルとギターで冬から春、そして未来へとストーリーを紡ぐ。オンラインストア T ショップにて限定発売。ドラマチックライブ DVD、 直澄高橋ターンアライブ4カラーズ雪桜。この思い届けたい。